んだっけ。あ、全然覚えてない。おこんばんは。初めて見に来れたかも。久しぶりだったのでよかったですどうしよう、横の方がいいのかな。立てるか頑張ってください。ありがとうございます。どうしようかな。都会で会いたい。都会、幕張は都会でしょうか。幕張で会えます。都会で会いたいじゃん。あれ、どっか行っちゃった。わ、すごい星が流れてる。配信のパスワード、そう、なんかログイン、ログアウトしてて、で、そう、なんかパスワードなんだっけって思ったんですけど、なんかパスワードがその複雑なやつで、本当になんていうんだろう、なんか私の誕生日とかじゃないから、なんか本当に知ってる人以外ログインできないようなパスワードなんですよ。もう本当にちゃんとしてるやつで、でもなんか保管してたみたいで見つかりました。よかった。覚えてはないです。いや、あれはちょっと覚えるのは難しい。何の関連性もなくて。パスワード多分自分で変えちゃダメな気がする。多分誕生日とかにしたらね、分かっちゃうからね。オートって何ですか。オートで出ないですか。あれか、あれですか、グーなんだっけ、アイ、あーなんていうんだっけ、キー、なんかフェイス ID でできるやつですか。あれじゃなかったですねそう、機種変するとね、パスワードが、そう、1からだから、なんかそう、難しいやつにしたら、びっくりします。そう、明日から28時間配信です。私ちょっと聞きたかったことがあって、28時間配信ってみんななんかどれくらいの人が全部見るのかなって思って、全部見る、その全部ずっと起きてるんだろうと思って、ちょっと投票してもいいですか。久しぶりの配信で投票するっていうあれなんですけど、1位が28時間ずっと起きてるっていう方で、2位が28時間ずっとは見ないかも、かそもそも見ないかもみたいな、は2位が多い。そうだよね、そう、アーカイブがあるから、無理しなくていいんです。無理はしない方がいいんです。いつまでやろう。まあ確かに土日だから、なんか、でも土日も、きついか。確かに、なんか長いやつ休みだったら、見てくれ、ちょっと見てくれる人が多かったかもしれないですね。そろそろかな。終わっちゃった、ごめんなさい。2が 80% 以上、そうですよね、なるほどなるほど、ありがとうございます。
ご協力くださって、なんかこの間お家で一人でいたんですよ。そしたらなんか丸い虫が出て、すごい大きい、すごくはないか、うん、まあそのそこそこの大きさのこれくらい虫が出たんですよ。それでなんか動きは遅かったんですけど、なんか虫ってあのなんていうの、急に動くじゃないですか。そう、近づいた瞬間動くから、なんかなんなんでしょうね、あれは止まってる時間体力温存してるんでしょうねかね。それでそうだったら嫌だなって思って、すごいうーんどうしようって思って、もうパニックになっちゃったんですよ。でなんかちょうどその時イットっていう映画あるじゃないですか、ピエロが出てくるやつなんですけど、それを途中まで見てて、あのイットってすごい怖い映画じゃないですか。だからもう余計に怖くって、もうなんだっけな、イット、あのイットジエンドの方で、そのなんだっけ、みんなが待ち合わせで集合してくシーンだったんで、そんなに怖くはなかったんですけど、でも怖い映画だから、そう虫がいてもみたいな、息をそのヒュッてなって、それで どうしようと思って、もうそう、でも私のうちそんなにあの虫が出ないんですよ。虫が出ないので、あんまり虫をなんていうか退治したことがないんですね。だからそんな大きい虫出たのってか見たのすら何年ぶりだろうっていうくらいで、であの無理だなって思って、それでそう業者さんにお願いしました。業者さんにお家に来てもらって、虫をね退治してもらいました、一匹の虫のために。本当にでも来てくださってありがたかったです。なんか私なんか丸くて黒い虫だったので、雲かなって思ったんですよ。雲かなって思って、それで、でなんか電話した時に多分雲だと思うんですけどって言って、でそしたら行きますねって言ってくださって、そう来てくださって、そしたらなんかあそうさっきも言ったんですけど、ごめんなさいちょっと話が飛躍しちゃって、そう動きが遅かったから、なんか業者さんが来るまでにあんまり移動してなかったらしくって、ちょっと私は怖くてその違う部屋に行っちゃってから見てなかったんですけど、そうだから本当にそれだけが不幸中の幸いというか、そうもしねゴキブリ、あゴキブリって言っちゃった、ゴキブリみたいにそのなんていうか隠れるのが上手で早い虫だったらね、どこかに行っちゃって、そうせっかく業者さん呼んだのに一人になった瞬間また出たら嫌なんで、それだけ良かったなって思ったんですけど、でなんかこれクムじゃないですねって言われて、え何ですかって言ったらカメムシだったんですよカメムシだったんですよ。カメムシお家で出たことありますか私なくってすごいびっくりして、でもなんか心当たりがあったのはその日にちょっと大きい荷物が届いたんですよ。でなんか置き配にしてたんですけど、そうでもなんか玄関にズズズって入れてそう外から入れたので、多分あれについてたんじゃないかなって思って、だって今までカメムシを見たことがないので、でそのカメムシさん一匹は、あ洗濯物か、でもそうですね洗濯物もはその業者さんが持って行ってくださって嬉しいですね。あれ本当になんか退治するだけじゃなくて
持っていってくださるので本当にありがたかったです。持っていってくださって、なんかこれ出たの初めてですかって言われて、そう初めてですって言って、もしかしたらなんかカメムシってゴキブリより繁殖力が高いから1週間で150匹くらいになるから、なんか退治っていうか、なんていうんだろう、あれそう、なんかバルサーみたいな感じで煙みたいな一斉に駆除した方がいいかもしれないですって言われたんですけど、でもすごい1匹しか出たことないし、多分そのさっきの荷物についてたんだろうなって思ってね、費用も結構すると思うので、そうとりあえずまた出たらお願いしますって言ったんですけど、ね、私はちょっと正しかったのかなと思って、まあ、多分もう一匹だと思うんですけど、でも本当になんかその繁殖力が高いんだったらね、業者呼んでよかったなって思いました。私はなんかクモとかだったらそうなんていうんだっけ、いい虫じゃないですかクモって、なんか、害虫を食べてくれるのね。だからまあなんていうんだろう、いつかお家の外に出てくれるかなって思ったから、なんか業者さんいいかなって思ったんですけど、でもなんかどこかに虫がいるっていうのがちょっと嫌だなって思ったので、そう呼んだらカメムシだったので、いやよかったです。ちょっと害虫、まあ多分一応カメムシって害虫のくくりだと思うので、ちゃんとその場で対処してよかったなと思って、こんばんは、すいませんちょっと開始早々こんな話しちゃってっていう話がありました。そうクモはゴキブリ食べるので、でもなんか一番そのショックだったのは、初めはクモだって思ったので、なんかクモがいるってことは害虫がいっぱいいるってことなのかなって思って、だってなんていうの、食べ物がないお家には入らないと思うので、だから待って、私のお家ってそんなに害虫いるんだって思って、今までもあんまりっていうか虫を見ないので、お家の中で綺麗だと思ってたのになってショックって思ってたら、クモじゃなかったから、よかったのかなよかったってことにしようかな。そうカメムシ動きが遅かったんです、よかった。でもそうですね、私は素人なので、素人がなんか刺激したら、カメムシってあれですよね、なんかちょっとなんていうんだろう、悪臭を放つ液体をね、なんか撒き散らすみたいな聞くので、ね、ちょっとね刺激してお部屋がね臭くなっちゃったら嫌なので、よかったです、業者さんにサクッと退治していただいて。そんなになんか多分ね、ネズミ駆除とかなんかシロアリの駆除とか、そういうなんていうのかな、家ごと巣ごと駆除するんだったら多分すごいお金かかると思うんですよ。私も調べたんですけど、なんか数十万円から100万円かかるお家も、広いお家だったらかかるらしくって、でも私は虫一匹だったので、そんなに多分皆さんが想像してるよりはかからなかったからよかったです。音量が変わった、あれかも、もしかして今そう音、ってマイクのところを多分虫じゃない指で押さえちゃってて、すみません。爽やかなお話、爽やかなお話なんだろう、爽やかなお話、聞きやすくなった、よかったです。爽やかなお話なんだろう、なんかシャインマスカットボンボンってご存知ですか？なんかシャインマスカットボンボンっていうファミリーマートと、関東のファミリーマートでしか売ってないあれが飴？なんか琥珀糖みたいな飴の中に、シャインマスカット
味のジュースみたいな入ってて、そうあのウイスキーボンボンの親戚みたいなそういうやつですがあってね、それがそうすっごい人気で、うん、私も食べてみたいなって思ってたんですけど、なんかさつきちゃんにね、さつきちゃんに食べたいから、でも関東住んでるの私しかいないじゃないですか、だからあの売ってたらあのお金を渡すから代行してくれないって言われて、そう私も 3店舗くらい回ったんですけど、どこにもなくて、そうなんか私はちょっとなんかそんなになんかそのショート動画とかで流れてくるので、あなんか人気なんだなって思ってたんですけど、まあそんなになんだろう、どうしてもって思ってなかったので、でもなんかさつきちゃんがすごいそうやってなんかお願いしてくれて、実際ないってなるとちょっとなんか私も食べたくなってきちゃいましたね。うん、布教されちゃいましたね、布教されたのに手に入れられなかったっていう、うん、多分再販しない限りもうそう絶対売ってないんですよ。ねえ、せっかく関東住んでたからもっと早くね初日とかに行けば買えたのかな。ファミマです今も関東から通ってます、大学があるので。そう申し訳なかった本当に、うーん、めっちゃ都会じゃない、あの田舎とか行けば、でももうさすがに売ってないと思うな、田舎でもね。なんか今転売がすごいらしくって、田舎でその住んでる人の中で欲しい人がいなくても高く売れるって分かったら買っちゃう人とかいると思うので、うん、多分どこに行ってもない気がしますね。確かになんか日によってその置く量を決めて、そう初日に全部置いたりしないで、なんかやってたらいつかは手に入るかもしれないけど、でももうさすがに在庫があるお店がない気がしますうん、ねもう信じられない。だって240円くらいのがなんか6000円とかで、しかも売れてるらしくって、いやーちょっとびっくりしました。食べるマスクと、そうなんか分かんない、限定商品なんですかね、あんまり詳しくないんですけど、多分もう売らないんじゃないかなって思って、うーん、ただそのシャインマスカットボンボンを売ってる会社が何だったかな名前、シャインマスカットボンボンみたいなお菓子を売っているらしくって、でも値段がすごい高くって、なんかソーダ味とかいろいろあるんですけど、もちろんシャインマスカット味もあって、でもシャインマスカットボンボンよりすごい値段が高くって、そう売ってるらしいので、どうしてもだったらそれを買った方がいいのかなね。でもなんかうーん、なんかね本当に人間の欲って恐ろしいもので、安い方を先に知ってしまうと、あっちが良かったなって思ってしまうんですよね、うん、私も転売さんから買うほどではないし、ちょっとうーん、皆さんと同じく再販されるのを待ちわびようかなって思ってますね。いつか再販されるといいですね。薬もそうなんか売ってるらしいです。どうしても食べたいっていう方は、ヨーグレット味のラムネ食べるマスク、それ私食べたことあるかもしれない。なんか赤いパッケージのやつですかね、なんか菌が入ってるみたいな、乳酸菌だったかな。そう人が欲しいってね、なんかこれだけ話題になってると、うーんね、なんか食べたくなってきちゃいました。
なんかマクドナルドのキティちゃんの時もそうだったけど、なんかその時はあーまあ食べたくなったら買おうかなみたいな感じだったけど、あんだあれだけ話題になってるとなんかなんていうの、悔しくなってきますね。私も欲しかったな、なんか話題流行に乗りたかったなって。そうないと欲しくなっちゃうんですよね。わかるわかる。意外とミーハー、どうなんですかね。でもでもいいことだと思います。物事を楽しむのはね、楽しむ、楽しみましょう。せっかく生まれてきたから。止まっちゃった。関東大中なのでとりあえず明日ファミマに行ってみます。ファミマあるといいですね。ありますように。そうなんだ。私はちょっとキティちゃんはちょっと結局買えなかったので、いいなーいいなーって思います。ああいうのはやっぱり朝マックの時間に買うのがいいですね。そうですよね。せっかく幕張来てくれたから、食べてほしかったな。残念。そう、なんかもう課題がまだあってね。なんでこんなに春休みが終わったばっかりなのに課題がこんなにたくさん出るのか。あ、しかも期限が短いから大変大変。私が今気をつけてることは課題を終わらせることと、あとなんだろう、あ、コナンのネタバレを食らわないことですね。そう、まだコナンの映画見られてなくって、そう見たいんですけどちょっと見られてなくって、なんかどうせならそのIMAXレーザーとかね、広いところで音質音響がいいところで見たいなと思って、そうまだ見てないんですよ。だから気をつけてます。ネタバレ、そうエヴァンゲリオンの時はがっつりネタバレされちゃって、本当にあれは本当に落ち込みましたね。今でもちょっと落ち込む。なんかネタバレ見ないでなんか見られた世界線もあったのかなって思うと、そっちで行きたかったなって思いますし、本当になんか初めてその作品を見るのって人生で1回しかできないわけですし、それでね、邪魔っていうか、なんて言うんだろうな、そうなんか楽しみがちょっと半減というか半分以上に減っちゃったなと思って。ただなんか私はそのなんて言うんだろう、ホラー映画とかのびっくりするシーンあるじゃないですか。特にイットとか めちゃくちゃびっくりするシーンが多くて、そうあれはびっくりするのが苦手な人用にこのあと怖いシーンまで 3,2,1 みたいな右下くらいになんていうんだろう、カウントダウンしてほしいです。カウントダウンありバージョンを配信してくれたらなって思う時があります。ちょっと心臓がちょっとね弱いのであんまりびっくりしたくなくて、でもびっくり怖い映画は好きなのでそうこうやって見てます。コナンってあれなんですよね、本当に毎年オリジナルなので、そう初日に見る以外それより先に知る方法がないので、本当にネタバレが嫌だったら初日に見るしかないんですけど、ちょっとこう毎年ちょっと出遅れてしまって、私はびっくりするのはちょっと疲れちゃうので、じわじわ系の方が好きかもしれない。
そうでもなんか BGM でも止まってはぁってなった後にドーンみたいなあるので、それがちょっと読めないですね最近は。うん、本当にこれはありがたいことなんですけど、なんかワンパターン化されてなくなってるので映画が、だから逆にその対策ができないというか、あこの後来るなみたいな思っててもあ来ないなって思うし、なんか来ないと思ってた時に来るので気が抜けないですね。そうなんか邦画もね怖いし、なんか洋画ってお化けがなんかグロいんですよ、グロテスクなので見た目も怖いんですよね。うん、そう私あのちょっと探してるのがあって、あの世にもじゃないな、本当にあった怖い話っていう有名なあるじゃないですか、あれがあのなんか私すごい小さい頃に初めて見てちょっとトラウマになったお話があって、そう本校は初めて見て怖すぎてびっくり、ちょっとトラウマになってて、でも私ちっちゃかったしその怖かったっていう思い出が強すぎて、なんか記憶が改ざんされてるのかな、本当にあのシーンあったのかなって思うことがあって、だからちょっと探しても見つからなかったので、皆さんの、ご協力を得たいなって思っててちょっと今話すんですけど、なんか私が小学6年生くらいの時に見たのだから7、8年前くらいのお話で、うん、なんかちょっとそれまでのあれは覚えてないんですけど、最後のシーンだけすごいびっくりして、なんか不気味な BGM が流れてて男の人がお家の中に入っていくんですよ。それで男の人は確か実家暮らしをしてて一軒家で、それでリビングのドアを開けるんですね。そしたら開けたらリビングのドアと同じくらいの顔だけの女の人がいて、その顔がドアと同じくらいの大きさで大きい顔 で髪の毛が黒髪で、そのなんかゆらゆら揺れてて女の人の髪の毛がで、顔だけのその大きい女の人が男の人を見下ろして終わるっていうので、覚えてる方いらっしゃいますか？実家暮らしいいなそういう話じゃないんですよ、やっぱ私の記憶違いだったかな、怖すぎてちょっと違う記憶かな、あどこまでもついてくる、それ調べたんですよね、調べたけどなんかあれじゃなかったんですよね、そうドアを開けたらドアと同じ大きさの顔の女の人がいて、それだったかな、ずっとついてくる、でもこれだけたくさんの人が言ってたらそれなんですよねきっと、なんだったんだろうあのシーンは、天井じゃなかった気がするけど天井だったのかな、やっぱりちょっと怖すぎてもう自分の記憶が当てにならないですね、天井だったんだ、そう塗り壁みたいな本当にそれくらい大きくてね、でもなんか私それが怖かったんですよね、なんかそう顔だけで扉くらいの大きさがあるっていうのが怖くて、でもちょっと自分の記憶が間違えちゃった原因が思い当たるのがあって、あんまりネタバレにならないように話すんですけど、犬夜叉っていうのが漫画が私すごい好きで全部見てるんですけど、犬夜叉に何だったかな、そう顔だけのすごい大きい女の人が確か出てくるんですよ、そう今言ったのと全く同じ特徴の人が出てきて、だからそれと混ざったのかなってちょっと思って、2015年、あでも本当にそれくらいの時期です、
じゃあ多分それです。ありがとうございます。そうだったんだ。じゃやっぱりちょっと記憶が改ざんされちゃってた。混ざったのかもしれない。それかあれかな、なんか怖すぎて、なんかその日見た夢には、その日見た夢にはその顔だけ大きい女の人が出てきて、なんだろう、その夢の方を覚えちゃったとか、そうかもしれない。トラウマになってからもう毎年本校は見てます。なんか癖になるんですよね。なんでしょうね、全然好きですよ。でもなんか最近はあまり見てないです。なんかなんて言えばいいんだろう。私はなんかそう、石原さとみさんとかが出てた頃が私はすごい面白かったなって思って、なんだろう、なんて言えばいいんでしょうね。その自分が見すぎて、大好きすぎて、たくさん見すぎて、ちょっと展開が読めるようになっちゃったので今はあんまり見てないです。与田祐希さんとかも出てて、あれも覚えてます。なんか廊下に引きずり込まれるやつ。そう、昔の本校はすごい面白いじゃない、怖いんですよね。今はなんかびっくりはするんですけど、怖いでも怖いです。そうなんだ。やっぱりさっきの作品が、皆さんが言ってた作品らしいですね。ホラー系はそう、私はなんか内容がちゃんとしてて、お話が面白くてかつ怖いみたいなのが好きで、そう、なんかただ有名だからなんか見といた方がいいかなっていう理由だけで見た、あの着信ありがすごく面白くって、着信ありすごいなんか怖いシーンも、あの見たことないなんていうんだろう、怖いシーンなんていうの、こういうその倒され方今まで見たことないなとか、なんかお話もすごいちゃんとしてて面白くって、とにかくあんまりあの内容については触れないんですけど、ぜひ見てください。着信ありすごい面白かったです。私はあの暗い部屋で電気がチカチカなってる中でなんかバリバリバリってなるちょっとあんまりあのネタバレなのであんまり言えないんですけど、あの多分見たことある人はあれかなって思うと思うんですけど、あそこがすごい衝撃的で面白いって思いました。笑うセールスマンもちょっと見たことあります。あれもすごい面白いですよね。なんか1話完結、基本的に1話完結だから、なんか病院とかお風呂屋さんとかで見たいですね。病院とかお風呂屋さんで置いててほしいなっていう本はクッキングパパとサザエさん、ちびまる子ちゃん、ドラえもん、クレヨンしんちゃん、そうさっき言った笑うセールスマン、あとなんだろう、1話完結、あ、こっち亀も面白い、あとなんだろう、なんか1話完結で面白いの、なんだろう、それくらいですかね。でもそこら辺があったらすごい嬉しいです。でも3巻くらいだったら続いてても読めるかもしれないから、3巻くらいだけ出てた、なんか上下巻とかなってるのはいいかもしれない。なんかミスミソとかアダバナとかは、読めるから。あ、美味しいももいいですね。ウォーリーを探せ、そう、ミッキーとか、確かに市役所もあれですね、あれです、あれが1話完結、1話完結
基本的に。なので市役所なんかあれだけ見たことあります。あの市役所だったか覚えてないんですけど、あのなんか虐待された女の子がお母さんを怒らせちゃって、あの寒い冬の寒い日の中外にベランダにとその追い出されてそのまま凍死してしまったっていう話だけ見たんですけど、ちょっと重くて話がちょっと辛すぎてってなりました。重くていいんだったら、え、なんだろう、うーん、小さい人だったかな、なんかそう児童相談所のお話だったと思うんですけど、確かあれもいいかも。でもちょっと重いかなお話が。長編は、あ、今はちょっとあれです、あの私は長編は好きなんですけど、あの病院とかお風呂屋さんで置いてて欲しい本だったら、その40巻とかあるとお客さんがその全部読めないで帰っちゃうことになるので、お客さんが読みやすいのは1話完結とかそういうのかなと思って今はそれをあ、確かにコナンが一番いいかもしれない。金田一少年もいいかもしれない。ミスター味っ子なんか聞いたことあります。あ、市役所じゃないかもしれない。夏目友人帳、あれもちょっと1話完結だったかな。夏目友人帳、私あの同じ作者さんというか漫画家さんのあれしか見たことないんですよ。あの蛍火の柱、あ、森だ、蛍火の森へしか見たことなくって、夏目友人帳も気になってるんですけど、そう見なきゃなって思って、でもちょっと長いのでまだ見られてないです。病院でそんな集中して読める、そしたらやっぱりドラえもんとかかな。なんかあれですよね、あのお母さんが髪切ってる間にあの待ってるお子さんとかもいいかもしれない。そう、夏目はそうなんですよ、短編だけどちゃんとあのなんていうか主軸のストーリーはつながってるから、もしかしたらそれは聞いたので、あんまり気軽に手出さないようにしようと思って、ちゃんと気合を入れて最初から最後まで続けてみたいなって思ったのでまだ見てないです。ジョジョは、え、ジョジョはどうなんだろう。ジョジョはジョジョもつながってますよね。あと結構なんか重い、ちゃんと集中して見ないといけないシーンもあるから、本当はお家でゆっくり読んでほしい。フルーツバスケット、フルーツバスケットはちょっと読んでて恥ずかしい、 いや恥ずかしいし意外とつながってるから、フルーツバスケットね、ちょっと私途中まで見てやめたんですよね。なんかなんかあのなんだっけな、あのなんか主人公の女の子がなんかお留守番しててこたつでなんかぼーっとしてるんですよ。でそのなんか男の人2人がやっぱりあいつを1人にさせなければよかったみたいな、あいつきっと寂しがってるだろうみたいな、でお家に急いで帰るんですよ。そしたら女の子が泣いてたのかな、寂しくて。そうでなんかそうなんかわかりますか、それで、あ、なんかごめん1人にしてごめんみたいなシーンでちょっと限界が来て、そう、それまでもあのこそばゆいシーンはたくさんあったんですけど、あー、ちょっとまだ早かったかもなって思って、もうちょっと体勢がついてから見ることにしました。まだあの私の目当ては石田明さんが CV をされてるなんか人がキーパーソンって聞いて、それで見ようと思ったんですけど、ちょっと今は中心にしてます。うん、ハイキュー好きです。ハイキュー好きです。でもハイキューはちょっと集中して見てほしいかも。スラムダンクもそうですね、
集中してお家で見てほしいかもしれないです。あ、確かにラーマも短編かな。うん、最初の方は短編ですね。ただ登場人物が増えてくるとちょっとややこしくなるかもしれない。でもあれも、うん、全然面白いと思います。呪術廻戦もちょっと重いかも。あの10巻くらいまでならいいかもしれないです。なんとかハンターハンターハンターかな。ハンターハンターね、見たいんですよね。まだ見られてないです。なんか連載開始再開みたいな聞いてて、ちょっとそろそろついていきたいなって思ったので、今見ないきゃいけないなって思ってるのが、それこそジョジョとハンターハンターと、なんだったかな、あ、夏目友人帳もそうですし、まあフルーツバスケットも、まあ、うん。と、あとなんだったかな、あれです、あ、名前忘れちゃった、あんまり人が知らないけどすごい有名な戦う系の、今ので分かる人いますか。教えてください。君の手が囁いている、うわ、なんかタイトルからしてなんか恋愛系っぽいな。ハイキューのアプリ遊んでます。あー、入れた方がいいですか。私ちょっと原神で精一杯で、あんまり加工もあるので課題がねあれなんですけど、なんか課金しないとあんまり楽しめないって聞いて、あーって思っちゃったんですけど、どうですかね。結婚アニメ好き、結婚アニメ、ギャグ漫画は、ギャグ漫画ってなんだろう、具体的にギャグ漫画、あ、銀魂とかは見ました。そう、高3かな、高2か高3の夏休みに、もうこの夏休みで配給を絶対に読破するって決めて、そう、全部見た夏がありました。あの夏は本当にもう有意義な夏だったなって思って、今まで生きてた中で一番有意義な夏かもしれない。だから皆さんも、あの夏で銀魂とランマも読んだんですよね、頑張ったな。だから皆さんも、そう、長い休みがあって特に何もやることないなと思って、でも有意義にしたいなって思ったら、なんか長い漫画を全部読むって決めて読んだら、なんかやりきったぞって、いい夏だったなって思うと思うので、おすすめです。やりましょう。四つ葉と、あ、四つ葉と知ってます。なんかあれは家族のあれなんですかね、お父さんと女の子が出てくるみたいなやつでしたっけ。スラダンの映画は見に行きました。すごい良かったです。なんかヌルヌルしてました。確かにデスノートは読み切れるかもしれない。デスノートのあのね、デスノートすごい面白かったですよ。呪術廻戦本当に辛いですよね。私はちょっとサボってます、最近。なんかなんだったかな、ちょっとそう、なんか辛くなってやめました。あんまりネタバレはあれなんですけど、ちょっとね、大丈夫かなと思って。なんかあれですよね、主人公の声優さんがすごい土下座して泣きながら演技してるみたいな聞いて、すごいお話だなと思って、ちょっと辛すぎるかもしれない。なんか分かんないですよね、これからすごい話が続いて50巻くらいになるかもしれないし、意外ともうすぐ終わっちゃうかもしれないし、そう、さすがにあの辛さが100巻とか続くとちょっと私も心が持たないんですけど、その最終的な関数によって
どうしようか決めようかなと思って。フルーツバスケット、いや面白いのは知ってるんですよ。もうだってあれだけ話題になってるし、なんか最近映画やってましたよね。2年前3年前とかかな、やってて、なんだったかな、そう、あれもちょっと表紙、あのパンフレットだけで、あ恥ずかしいってなっちゃって、うん、なんかもうそもそも私ちょっとあの逆ハーレムがあんまり多分得意じゃなくって、なんかこのスマとか男の人一人に可愛い女の子いっぱいだったら、あ幸せってなるんですけど、ちょっと女の子にたくさん男の人がいると、わあわあってなっちゃって、女の人の密度が高い方がありがたいです。ヒロアカ、ヒロアカ、ヒロアカも、そう最近見てないんですけど、1年前くらいまで見てました。勉強大変なのにそんなに読んで大丈夫ですか？最近は読んでなくって、そう残念ながら今話してるのは、あれですね、大学が始まる前というか、高校2年生くらいまでの読んでたお話で、最近はそんなに漫画を40巻読んだとかは残念ながらなくって、4月は君の嘘を前回読んでます、あよ持ってます、すごいいいですよ、なんかうん、すごいいいです。恋愛系は嫌じゃないんですけど、ちょっとなんていうか、フリーレンは見てないです。フリーレンはちょっと見たいんですけど、まだ時間がなくて。配給は映画なら見たよ。映画だけ見たんですか？すごいお話分かりましたか？私あの配給の4段だったかな、なんか3種類のランダム特典だったんですよ。それでもどうしても全部欲しくって、それで身近にいた配給が、あのあんまりっていうか全く興味がない人を誘って、そうあの2人誘って行ったんですよ。あのもちろん映画代は私が全部出して、でついてきてもらったら、なんか全然分かんなかったって言ってて、だからすごいですね、映画から見たの。ブリーチも見たいんですよね。なんか運命かっていうのと、逆だったかもしれねえ、あ逆だったかもしれねえはナルトだったかな、あれのシーンしか知らないです。うん、いやちょっと呪術は辛いですね。辛いっていうか、なんかもうしんどい、苦しくなってくる。なんか本当に、なんだろう、辛い、なんか辛い、なんかチェーンソーマンも同じ辛さがある。なんか呪術とチェーンソーマンとバナナフィッシュはなんか鬱の加減がなんかもうどっぷり鬱すぎて、なんかエヴァンゲリオンはちょっとその現実離れしてるから、なんか神話感というか辛いけどなんか美しいみたいなあるから、その美しさとして頑張って見られるんですけど、ちょっと辛すぎるんですよね。なんかもういそのこと殺してくれというかいそのことなんかもう楽にさせてあげてって、そういう気持ちになってきて、本当に辛いですね、あれは見るのが。うん、なんか日常的なシーンが多いから余計に相まって辛くなってくるというか。ドクターストーンね、面白いですよね。あれもでもなんか私あのアニメでいう2期くらいからちょっとお話がよくわからなくなっちゃって、多分私の頭の問題なんですけど、ちょっとね今お休みしてます。なんか
なんかそうコーラ作ってる時が一番平和だったなって思って、なんか話がすごい大きくなってきちゃって、そうあのもうちょっとあの精神的にあの成熟したら読もうって思ってます。黒羊は1、2巻だけ読みました。そうあれはいいです。あのなんかあれはハーレムじゃないですね、逆ハーレムでもないです。だって主人公男の子ですもんね。うん、しかも坂本真綾さんが出てるのですごいいいと思います。進撃の巨人も辛いと思います。誰を押すかによりますもういっそのことなんかライナーとか押してた方がまだ報われるような気がします。え、メイドインアビスって重いんですか。そうなんだ。私あれか、あの小林さん氏のメイドラゴンとちょっと被ってるのかもしれない。あっちはもう平和ですもんね。だからメイドインアビスをが怖い人は小林さんちのメイドラゴンを見ましょう。携帯電話作るところで脱落しました。でもちょっとわかるかもしれないです。うん、なんかお酒とかコーラ作ってる時が一番うわすごいってなって、なんか作り方も比較的単純だからわかるけど、牛島くんも確かに、あ牛島くんはあの本当に最後まで見てほしいです。うん、なんかリアルで本当になんか絶対お金借りないようにしようって思いますよね。牛島くんはほんなんかあのなんだあでもあれは好きです。唯一あの投資じゃないな、その詐欺だったかな、詐欺で騙されてなんかユーチューバー過激俳優過激系ユーチューバーになってみたいなあれがあれは結構好きでした。うん、一番まともだったかもしれないです、主人公が。あでも確かにそれだったら牛島くんは結構1話完結、1話ではないけどなんていうか勝負ごとに完結するので主人公が変わるので、うん、美容院に置いててもいいかもしれない。進撃はジャンがなんか好きジャン確かに、でもなんか人間らしいですよね一番。うるせえやつら今アニメやってるね。ああれですか、上坂すみれさんのやつですか。まだ見てないです。病院で牛島くんはちょっと病院で牛島くん、牛島くん、まあ、でもそうですね。うん、私は牛島くんを見てあの指を切られたらとりあえずその保冷剤じゃないな、氷をいっぱい入れた瓶の中に入れて病院に行こうっていうのを学びました。それくらい牛島くんであの実際リアルで使えそうな知識は、あとお金は絶対に借りないっていうのと、ホストクラブは絶対に行かないっていうのと、あとなんか詐欺には気をつけるっていうの進撃でも分かります。なんか話が難しくて、あと文字数が多いからちょっとややこしくなりますよね途中から。うん、え、牛島くん本当にのシーン好きなんですよね。あのネタバレにちょっとしたくないのでどうしようかな。なんか仲間が指を切られちゃった時にお前の指保管してあるぜみたいな感じでドヤ顔で出すシーンがあってかっこいいってなりました。私の指を保管してくださいって切られたらって思いました。いやなんかもう意味わかんないと思うんですけど、でも読んでたらわかりますきっと。
ありがとうってなりました。本当に指持ってる、保管してくれてたのね。トイレ便も全部見ました。うん、テラフォーマーズ、あ、なんか虫が出てくるやつですよね。見てないです。いや、なんかそう、仲間が指切られちゃって、そのまあ諦めるじゃないですか。あ、もう俺の指はもうダメなんだみたいな、この体のまま生きていくんだって。その人が諦めてたら、その先輩がそう正しい方法で指を保管してくれてて、そう、なんかお前の指保管してあるから、このまま病院でくっつけてもらおうぜみたいなあれがすごい好きなんですよね。もう一番かっこよかったです、あのシーンが。うん、そう、あったって。あー、そう、森の中でね、木に縛られて、あのなんか蜂蜜みたいなかけられて、虫にじわじわ食い殺されていくみたいなシーンもあって、あれも結構グロかったですね。なんか牛島くんのあれですね、なんかグロいシーンって、あのあれと被るかもしれない、あの何だったかな、悪人たちの歌だったかな、ちょっと名前があんまり曖昧なんですけど、なんか悪い人を懲らしめていくみたいな、あの漫画があって、うーん、何だったかな、分かる方いらっしゃいますか、何だったかな、悪人たちの、あ、何だったかな、なんか歌ってついてた気がします。何だったかな。牛島くんの、そう、実写版は見てなくて漫画で見ました。あ、そう、下道の歌です。すごいすごいわー、楽しい、皆さん話すの全部分かってくださる。そう、下道の歌もなんか、すごい面白かったです。でも下道の歌はちょっと辛いかな。なんか牛島くんはまだもちろん辛い目にあっていい人間なんていないんですけど、そのやっぱり被害に遭う方が何かしら原因があるので、なんか親に、その親のお金でずっと生活してて、それをそのなんか詐欺につぎ込んだりとか、なんかなんだろうな、何かしらその本人にちょっと問題があったりすることが多くて、だから、あ、気をつけようみたいな思うんですけど、下道の歌はちょっと何にも悪いことしてない子がすごいなんか、なんか暴行を受けたり犯罪に巻き込まれちゃったりしてて、それがちょっと辛いので、牛島くんよりはいわゆるそのちょっと汚い言葉なんですけど、あの胸クソというか、そういう感じがします。苦手な人は本当にちょっと辛いかもしれない。特になんか、なんだろうな、弱い立場の人、女性とか子供がその犯罪に巻き込まれちゃう辛いシーンが多いので、辛いかもしれないです私理不尽だなって思いました。ライアーゲームも見たいんですけど、ちょっとまだ見られてないです善悪のクズ、あ、善悪のクズってあれですよね、下道の歌の次みたいなやつでしたっけ。ちょっとまだ途中まで見ました多分。あ、下道の歌、善悪のクズがブレックファーストの人たちの話でしたっけ。ちょっと主人公が違うんでしたっけな、なんかあれかな、時系説は同じなのか何きっかけで下道の歌を読んだの、何きっかけだったかな、きっかけなんだったかな、なんか面白そうだなって思って、なんで読んだだったかな、牛島くん見てたらなんかおすすめに出てきたんでしたかな、ちょっとあんまり覚えてないんですけど、単行本で読みました。漫画喫茶、なんで読んだったかな、
単行本で、なんか本で読んだ気がします。うん、まあすごい、なんか皆さんのファンレベルが続々と上がっていってる。すごい、なんでこんなに一斉に上がるんだろう。しかもなんか5に上がってる人が多いですね。おめでとうございます。ありがとうございます。うん、ゲドの歌も善悪のクズも確かデジタルもあった気がします。手軽に読めるのでよかったらぜひ。これもちょっとネタバレにならないように話すんですけど、ゲドの歌ってあの先輩ポジションの男